部屋違うと思う。そう、チェス。2人とか違う。そういえばこの間電車乗ってたらさ、タックスヘイブンも知らない奴がいて、いや正直驚いたね。日本の終わりを見たって感じ。タックスヘイブンを知らずに生きていける人種がいることに驚きだね。その程度の知識もなくて他に何を知ってるんだろう。いいんじゃない、人の見識の深さは専門分野や興味に影響されがちだしもしかすると彼らは西洋哲学の権威かもしれないよ。え、でもタクセイブも知らないやつだぞ。まあそれを人前でさらけ出しちゃうずぶとさは評価したいけどね。世界の経済事情を知らずして生きていこうなんて無謀だよな。無謀と言ったらさ、ドゥテルテでしょ。アメリカ的に回してるんだぜ。タックスヘイブンってなんだっけ、なんだっけっていうか知らない。大学で友人こいつらしかいないから今まで我慢して会話に食らいついてたけど、こいつら頭良すぎる、無理だ。次は何、ドゥなんちゃら、誰。でもなんか話さないとバカなのバレるしな。よし、むせよう。それには同感。そもそも世界の勢力図を落ち着けよ。まあ世界の勢力図って言ったらトランプだよな。あれはもうダメだ。さっきから全然わからねえ。なんでこいつらこんな頭いいの。でも乗り切ってやる。バカだとは思われたくない。格の違い、あ、大学に入って頭いいキャラを演じてたが、こいつらと会うといつも格の違いを思い知る。タックスヘイブンってなんだっけ。タックスで税収、ヘイブンってなんだ、天国じゃね。この前授業で税の話になった時パナマ文書って単語使ってたな。よし、これでいこう。そういえばさ、タックスヘイブンで思い出したんだけど、パナマ文書ってどう思う。パナマ文書、パナマ文書ってなんだ。え、どうしよう。でも待てよ、タックスヘイブンの話を持ち出したのはあいつだ。あいつが不思議があるのはこいつが間違ってる証拠だ。他の二人もよく分かっていないような反応だし、これはこいつのミスと見て間違いない。攻めてみるか。パナマ文書の問題とは違うんじゃないか。論点がややずれてるよね。違った、終わったわ、墓穴掘った。どうしよう、バカ認定されたかもしんない。修正できるか。あ、ちょっと違うか。この話忘れて忘れて。助かった。これで次会うときは忘れてるだろう。ああ、授業だわ、私行かないと。次の教室どこだっけ。おい、お前らちょっと待てよ。タックスヘイブンとパナマ文書だろ。いや関係ありまくりじゃね。パナマ文書は租税回避の有名な例じゃん。いや、お前ら何言ってんの。まさかお前ら全然知らねえんじゃねえの。いや、知ったかぶりしてんじゃねえよ。いや、無知を人になすりつけるとか軽蔑するわ。電車内で会ったあのバカどもの方が飾ってない分全然マシだと思うね。ああ、お前ら授業だろ、行けよ。うん。おう、それには同感。そもそも世界の今の配慮図を…え、でも学生部知らないやつだ。ちょっと…じゃねえな、パナマ文書な。ごめんなさい。パナマ文書は…はい、きまーす。うん。ちょうどわかんないよ。この部分も10やな。ガチョーン。ガチョーン。2個最後やじゃん。あ、そう。